ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年7月2日、大手まとめブログのヤラオンが、秘宝、人気女 VTuber さん、男のプロススメ師と出かけた結果、商店街のライブカメラで顔バレしてしまう、という記事を投稿したのですが、7月5日中までに記事が削除されました。当チャンネルでは、この記事が消えて、よっぽど、ネットの海を漁らないと写真も見つからないだろうから取り上げるわけなんですが、この騒動について説明しますと、ナナシンクメンバーが、麻雀プロ、日三次メンバー2名と、どこ、そこにいるとつぶやいて、麻雀プロの写真をツイッターに投稿したところ、その場所のライブカメラで、その麻雀プロと女性3人が仲良く歩いてるところが映り込んで顔バレしたんですね。麻雀プロは、顔だけじゃなくて服装まで一致していました。これにより、現在地をリアルタイムでユーザーに教えることの危険性が周知されました。そりゃ危ないわな。これは気をつけてもらいたいね。顔出してる芸能人とかだと街中を歩いているところを普通に発見されたりするわけですが、 VTuber だとその危険性は極めて少なくても条件が揃うとバレてしまうよということでした。さて動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また次の動画も見てくださいね。